不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。本日の楽町トークのテーマはブラックマンデー越えの株価下落はなぜ起きたのかです。ゲストは大和証券チーフエコノミストの末広徹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。週明け5日月曜日の東京株式市場で日経平均株価4451円安となり、1987年10月のブラックマンデーを抜いて過去最大の下落幅を記録しました。下落率 12.4% と過去2番目となりました。そして翌6日には急反発して終値では前日比3212円高と過去最大の上げ幅となりまして、株価が非常に乱高下していますよね。マーケットに今一体何が起きているんでしょうか。これはマイナス方向もプラス方向も両方とまあパニックであることは間違いないですね。パニックですね。あのビックス指数っていうよくその、ボラティリティ、あの変動率をその取引するような商品があるんです、それがものすごく上がっていて、まあ、とにかくもう上か下かわからないんだけれども変動が大きいと。で基本的には変動が大きいっていうことはリスクが、投資に対するリスクが高いので、まあ、キャッシュですね、現金にする人が多くなるので、まあ、どちらかというと当然鳴らせば、あの株価に関しては下がっている方に、まあ、なっているということだと思いますね。はあ、そして今回月曜日にあの株価暴落が起きまして、まあ、ブラックマンデーと言われるように以前も月曜日に起きてますけど、はい、月曜日って何かあるんですか。まあ、そうですね、今回に関しては、まあ、前週にですね、あの、金融政策のですね、日銀とか FRB とかですね、はい、そういったものがこう一通りあって、うん、まあ、そのすぐ情報は出てくるんですけど、うん、まあ、その結果をなかなかこう市場が解釈できないまま、うん、翌週にこう解釈自体が持ち越されてしまったっていうところとか、うん、同時に今回あの雇用統計ですね、はい、金曜の夜っていうのは、はい、雇用統計、アメリカの雇用統計があって、はい、でこれが非常に弱いっていうところもあって、まあ、いろいろこう複合的に、全部翌週に、ね、こう持ち越されちゃったっていう感じだと思いますね。それがパニックを引き起こして乱高下となったと。そうですね、だから私ども特に日本の市場参加者は雇用統計夜で、はい、まあ、あんま見れてないですよ ね、まあ、そうですよね。なんで、はい、まあ、個人的には週末いろいろしっかり見れるんでありがたいなと思うんですけど内情的には、そうですね、はい、まあ、それが土日にしっかり解釈されて、うん、いや、この失業率の上昇っていうのは、まあ、アメリカ経済がおかしいんじゃないかっていうのが、まあ、しかもこう調べれば調べるほどやっぱり不安になってきてみたいな。そうですね、でそれで最初にやっぱり悪マーケットっていうのがやっぱり日本というかアジアになるので、まあ、どうしても特に日本の場合は月曜日っていうのは要注意ですよね。そういうことになったんですね。これはその、はい、いい方も悪い方もですね、うんうんうん、結局、はい、日本時間ですごい下げちゃったんだけど、はい、アメリカとかヨーロッパの時間だったら意外に大丈夫だったとかっていう、その騙しみたいなのもあるんで、いろいろ注意はしなきゃいけないんですが、はい、まあ、そういう意味では今回すごく幅が出たのは、まあ、月曜日っていうところも要因だったのかなと思いますね。なるほど。ということで今回はその株価急落の背景、それから今後の見通しについて末広さんにたっぷりとお話を伺ってまいりたいと思います。まずはですね、まあ、あの先ほどもありました、今回日経平均株価過去最大の下落幅となった原因についてです。今回の株価急落というのがさっきもありましたけれども、7月31日に日銀が 0.25% への利上げを決定したその直後のタイミングでしたよね、はい、そしてほぼ同じタイミングでアメリカ経済の先行き不安の表面化、うん、そして急激な円高ということで、まあ、いろいろありましたけれども、はい、このタイミングでその株価が急落した背景というのが、まあ、いくつかの要因が折り重なってっていうことなんでしょうか。そうですね、基本的にはもういろいろあったんで複合的に全てやっぱ影響はしてるっていうことなんですけれども、まあ、今回のそのこの相場変動の特徴として、はい、その値幅が これぐらいですとか、うん、すごく大きいですというところが注目されている印象があるんですけど、はい、これ逆に言うと一つに原因が特定できてないってことだと思うんですよね。あ、なるほど。例えばこれが明確に、はい、まあ、日銀が利上げしたせいだと、うん、でも本当に日銀が利上げした直後に崩れて、うん、明らかにってことだったら、うん、はい、まあ、日銀が何とかだっていう議論ばっかりされていて、うん、まあ、値幅よりもそっちに注目が集まると思うんですけれども、今回は幅の方に行ってるっていうのは必ずしも日銀だけでもないし、必ずしもアメリカ経済の不調だけでもないし、いろいろあるから
この犯人探しみたいなものが非常に逆に言うと盛り上がって論争になってるっていうことでしょうね。もう聞かれてますよね、いっぱい。きっかけって何だったんですかって。そうですね、でもあんまそこ突き詰めてもしょうがないと思っていて、まあ、どれもですね、例えば日銀が利上げするっていうのも、まあ、ちょっと想定はされてましたね。タイミングは早かったですけど、はい、想定されてましたと、でアメリカ経済がなんか少し調子悪そうだとか、うん、まあ、いつか利下げに今年の後半に入るんじゃないかっていうのも、はい、まず想定されていたと、はい、だからこれがごちゃっと重なっちゃったんでパニックになってるんだけども、うん、一個一個見てみるとそこまでおかしなことは起きてるわけではないんじゃないかなっていうのが、あの私の解釈ですね。だからそういう意味ではなんか このせいだとかって特定する必要っていうのはあんまりなくて、一つ一つですね、それぞれが今後どうなっていくのかっていうのを整理するのが重要だと思いますね。あとはもう先週で言いますと中東情勢の悪化も材料としてはあったのかなと思うんですが、 はい、それもやはり。そうですね、中東情勢の悪化に関しては、まあ、とにかく、まあ、この業界で言うときな臭いっていう影響を与えたっていうことだと思うんですよね。例えば本当に何か実際に影響があるんだったら原油価格がこう急騰してたりすると思うんですけど、原油価格なんかはそんな上がってなくて、はい、まあ、むしろ不安でいろんな株価が下がる中で一緒にその商品市況も下がっていたりするので、うん、まあ、そういう意味でなんか具体的にこういうことが起きてこういう心配があるところまでは落とし込めてなくて、はい、まあ、とにかく不安を煽るというか、まあ、後押しするような材料になったっていう理解ですね。あ、そうですか、はい。株価のその乱高下だったり為替の変動っていうのは個人投資家の信用取引あるいはまあ投機筋短期的な売買をする人たちの動きっていうのもやはり影響あったんでしょうか。そうですね、そこもまあ複合的だと思うんですが、一番でも言われているそのマーケット的な動きとしてはいわゆる円キャリートレードっていうところが注目されていて、はい、円ってまあ非常に金利が低い、まあ、現状でもまだ低くて、はいはい、で昔だったらですね、数年前だったらコロナ前だったらヨーロッパもマイナス金利やってたんで、うん、ええ、ある種日本にとってお友達が結構いたということなんですけど、はい、まあ、コロナ禍でみんなどんどん利上げしてしまって際立って、はい、円が安い金利であると、円だけが、そうですね、でそうなった時に、まあ、何かこう投機的なこう動きをする時に、まあ、お金を持ってない人からすると安い金利の通貨でお金を借りて、うん、でそれを元手に投資をした方が、はい、その鞘が抜けるというかですかね、まあ、ほとんどゼロの金利を 円借りてきて、でそれを例えば、まあ、米ドルに置いとくだけでも 5% 短期金利つくわけですから、でさらにグリーディーなこうなんて言いますかね、こうさらにこう投資したいっていう人たちは、はい、まあ、ドルで置いとくだけじゃなくて、じゃあそれでハイテク株買ってみようかとか、あとは米ドルじゃなくてもっと新興国の株を通貨にしてもっと金利取ろうかとかっていう話があって、まあとにかく円が売られる反対側でいろんなリスクが取られていたんじゃないかと。でご案内通りその、まあ、理由はいろいろあると思うんですけれども、まあ、円高が進んだってことは事実なので、借りていた通貨がかなり動いてしまったので、それを全部巻き戻して、やんなきゃいけない。キャリートレードっていうのは要するに安い金利の安い通貨を借りて金利の高い通貨で運用するっていうことの総称なんですけれども、はい、まあ、それが一気にアンワインド逆回転して、うん、まあ、いろんなマーケットに影響したと。なので、まあ、今週海外の投資家さんからもその円はもうどれだけ売られてたんだと聞かれるわけですか。要するにですね、別に私が悪いわけじゃないと思うんですけどやっぱり気になりますね。日本 その円がその安すぎたせいで全部逆回転して、うんうん、もう我々のマーケットまで散々影響を受けてて、はい、いつ終わるんだこれはっていう問い合わせを、まあ、海外の方からもかなり受けてる最中ですね。最中、まだ終わってない、はい、まだ終わってないという意見が多いですね。ただこれもじゃあ全部終わるのかっていうと悩ましくて、お友達がやっぱりいないんで、まだ円だけがそうなんですよ、金利が低い。当然これマーケット落ち着いてきたらまたこう運用しようとか投資しようという人が出てくると、はい、でその時はやっぱりまた円を借りる人が出てくると思うんですよね。だって基本的には円は調達通貨、円で借りて円を売ってどっかで運用するっていう人は一定程度やっぱりいると思うので、まあ、確かにこうこの過程ですごいその円を売ってる人が増えて、まあ、まだ戻す余地ありますよって分析は可能なんですけど、はい、これがこれで止まるのか、さらに買い戻されて円高がもうちょっと進むのか、まあ、その分岐点ぐらいまでは来たかなという理解ですね。なるほど。収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるならラクマチアプリ。
楽町で検索。まあ、いろんな要因が複合的にとおっしゃいましたけれども、はい、とは言っても、はい、何がと聞かれたら何が、そうですね、それはもう必ず聞かれるんですけど、はい、まあ、そういう意味で私は、まあ、日銀ではなくて、まあ、基本はアメリカの方なのかなと思っています。はい、で先ほどちょっと申し上げたように今起きていることっていうのは簡単に言うと2段階か3段階に分かれていて、まあ、アメリカの景気が悪そうですと、うん、で、まあ、失業率が上がって雇用統計悪かったのも含めてアメリカの景気は悪そうですと、はい、じゃあアメリカが利下げするんじゃないか、うん、でアメリカが利下げするとアメリカの金利が下がるので、はい、円を売ってドルを買ってた人が円を買い戻そうかなという気持ちになると、でそうすると円高になると、で円高になると日本株にとってはネガティブなので、うん、日本株が下がると、はい、で実はこのストーリーって、うん、まあ、後出しみたいになっちゃうんですけど今年後半ですね、これから12月までに、はい、おそらく起こるだろうっていう私のメインシナリオでは実は あったんです。すでに、そうですね、だから年末時点の例えばドル円の水準は、はい、145円から150円って置いていて、もうでもそこに入ってきてる、はい、そうですね、はい、だからそれがなんか当たったって言いたいわけじゃなくてゆっくりいくと思ってたってことですね。急激に、そうです、そうです、ゆっくり、まあ、経済なんてやっぱりゆっくり確認していくしかないんで、はい、まあ、9月にじゃあ FRB が利下げして、まあ、12月もまた利下げして、その頃には金利差の関係で、まあ、145円ぐらいかななんて話をしていたのが一気に来たから混乱している。先ほど の、 そのボラティリティですよね、はい、動きが出ちゃったからいろんな取引が出ちゃってるだけで、実は起きていることっていうのはそれぞれ自然なことが予想可能なことが起きているっていう理解ですね。でそう考えると、はい、その、まあ、ちょっと日銀の利上げがちょっとサプライズだったので、はい、まあ、やり玉に挙げられてしまっているところはあるんですけれども、やっぱ日銀が利上げしてじゃあ円高になって株が下がったっていうのはストーリーとして合ってると思うんですけど、例えば3月に日銀がマイナス金利、はい、これまたサプライズでマイナス金利解除したと思うんですけど、あの時そうなってないじゃないですか。そうですよね、そうなんですよ、はい、で世の中に日銀が今回悪いんだとか、利上げ、日銀が利上げするとこうなっちゃうんだっていう人はいるんですけど、はい、3月じゃあどう説明するんですかっていうのは振り返ってみれば、はい、まあ、往々にしてなかなかそうロジック通りにはマーケット動かないんで、その時々ではあるんですけれども、まあ、そこは私はやっぱ引っかかっていて、まあ、基本的にはその日銀の利上げっていうのも、まあ、ちょっとタイミングが悪かったとか、あとはちょっと説明が分かりにくかったとか、サプライズだったっていう、こう問題はあったと思うんですけれども、まあ、それだけではないんじゃないかなと思いますね。でそういった中で、まあ、日銀がどうするかですよね、これから。そうですね、はい、そういう意味では多分日銀の気持ちになってみると、今私が言ったように、はい、いやいや俺たちのせいだけじゃないよって思ってると思うんですけど、はい、でも世の中は批判的ですよね、日銀に対して、はい、なので、まあ、どうするのかなと思われていたところ、今日ですね、今日の午前中に、はい、副総裁のですね、はい、内田さんというのは日銀のプロパーの方ですので、はい、学者出身の上田さんよりも、まあ、ある種影の総裁って実は言われてたりとかして、日銀内のこう全体も理解されていたりとか、まあ、より重要なんじゃないかっていう人もいるぐらいの方が今日発言したので、はい、講演したので、まあ、注目されていたんですが、一言で言うとちょっと心配してるっていう感じでした。まあ、こうなってしまって株価乱高下、円高乱高下になってしまって、というのも具体的にこう株価、円高が進んで株価がこう下落したりして、まあ、市場が、金融市場が不安定化しているときは利上げはしませんって言い切ったんですよね。ありましたね。はい、まず不思議なのが、はい、副総裁といえども、はい、これ9人の政策委員で決めることなので言い切るっていうのは本来できないはずですよね。一人で反対票を上げても、はい、他の8人がいやいや利上げするというのはできるわけなので、まあ、それをしっかりしませんとまで言ったっていうのはかなり覚悟を持った発言なんだろうなと思います。なので、じゃあ次の9月の日銀の決定会合で利上げをする可能性っていうのは非常に低くなったと思います。ただ、はい、市場の不安が落ち着いたらっていうところは実はあんまりちゃんと言ってないですね。市場が不安定な間は利上げしませんって、はい、強く言うということは、市場の不安がなくなればやっぱり利上げはするっていうニュアンスもあるんで、そういう意味では非常にマーケットを安心させて、今日はだから株高円安に揺り戻して、すごくマーケットフレンドリーな発言ではあったんですけど、将来意外に落ち着いちゃって
っぱり利上げしたいってなる場合にはちゃんと利上げができるような、まあ、非常にうまいコミュニケーションを取ったっていうのは現状ですね。そこもじゃあやはり一つ今日大きなポイントだったわけですね。そうですね。で、まあ、こういう金融市場にいるとうまいなと思ったりもするんですけど、ちょっと気になるのはその議論の中にあんまり国民生活の話はないなっていうことですよね。消費がとか賃金がとかじゃなくて、金融市場が落ち着くかどうかだけで利上げを決めるって、まあ、そうじゃないと思いますけど、まあ、そうなっちゃってることも、まあ、ちょっと問題なのかなと思いつつも、まあ、一旦はマーケットフレンドリーに株価心配してるっていうことだと思いますね。まあ、日本の動きも気になりますけれども、一方でアメリカニューヨークダウ平均も、ね、大きく下落しましたよね。ただまあ日経平均の下落幅はそれよりも大きくて、アメリカよりも日本の方が下落幅が大きかった、はい、この違いだったり要因っていうのは何はい、実体経済を見ていると、はい、景気とか GDP 成長率を見ていると、まあ、アメリカなんかより日本の方が、うん、まあ、ほとんど動かないですね、うん、はっきり言ってですね、うん、まあ、成長率は低いんですけど、はい、安定しているっていうのが、うん、で結構、まあ、昨年と今年なんかはですね、やっぱ中国経済がかなり怪しくなってくる中で、その日本経済の安定感みたいなところに注目して、うん、海外の投資家さんが日本株を買っていたっていうのは結構言われてる話なんですけど、でも結局おっしゃっていただいたように、マーケットはかなりボラティティが変動が出る国なんですよね、はい、それは何でかっていうと、やっぱり為替に対する依存度が高いってことなんだと思うんですよね。これは植田総裁もよく言ってますけれども、はい、中央銀行があんまり目立つのは良くないんだと言ってるとまあでもこれまで異次元緩和も含めて、はい、まあ、一言で言うと円安にして物価を上げたりとか輸出を増やしたりっていうのをやっていたので、どうしても為替頼みの政策っていうのがもう十数年続いていて、日本は為替次第なんだっていうふうにやっぱりこう思われちゃってる部分があると。でそうすると円安になると一緒に株価上がったりもしますけれども、円高になるとまあ一気に下がっちゃうっていう意味では、経済自体は安定してるんですけど、為替の市場の方が圧倒的にボラティティが高いので、それに連動する株式市場もボラティティが出てしまうっていう、そこが日本の株式市場のボラティティの高さなんだと思うんですよね。そうするとここから先、その安定感を求めて日本を買ってきた海外の人たちがこの相場を見てどう思うかっていうのは非常に重要だと思いますね。それはこれからまた見てみないとわからない。そうですね、まあ、この後すんなり落ち着いていけばいいと思うんですけれども、やっぱりちょっと触りにくいねってなってしまうと、ちょっと買い手が減ってしまうリスクっていうのはあるのかなと思いますね。分かりました。そして細かく見ていきますと、まあ、日経平均大きく下げましたが、今回その中で銀行株も大きく下げましたよね、はい、まあ、通常は利上げしたら銀行株には追い風になるので買われてもいいんじゃないかなと思う一方で、なぜ銀行株も下げたんでしょう。これはまあ、利上げはしましたと、でそれで短期金利は上がって、でその分ですね、銀行の収益って上がるのはほぼ間違いないと思うんですけど、はい、株式市場ってやっぱり先を、この先どれぐらいの収益性があるのかっていうところを見に行くので、はい、まあ、思ったよりも早めに利上げをしたっていうのはいいサプライズではあったと思うんですけど、例えば日銀がなんで今回利上げしたかっていうと、なんか焦って利上げしてないですかとか、要するに景気がこれから悪くなると、はい、利上げできなくなっちゃうんじゃないかと思って今焦って、今のうちにとか思っていろいろ考えちゃいますよね。いろいろ考えちゃうと、もしかすると早かったことによって、まあ、利上げのその到達点みたいな、どこまで利上げできるのかっていうのは意外に低いんじゃないかなっていう不安もまあ出てきたりとか、あとはもうその間に利上げしてどうなのかなと思ってたら円高になっちゃったんで、やっぱ円高になったら物価も下がってしまうことが予想されると、実は来年の多分春先ぐらいには消費者物価 CPI、はい、多分 2% 割ってくると思うんですね。これぐらいの為替だとやっぱりですね、はい、1年前と比べて円高になっているってことは、輸入物価下がってきてしまうんで、はい、そうするとじゃあ来年の春までに何回利上げするチャンスあるのかってあんまないですよね、はい、なるほど。そしてね、はい、先ほどの内田さんの発言もありましたもんね。そうですね、だから9月はスキップだとすると、はい、まあ、例えばじゃあ春まで10月、12月、1、3、4、
まあ、数はありますけど毎回利上げっていうのはちょっとアグレッシブなので、はい、まあ、多分今マーケットのコンセンサス、まあ、昨日の今日なんでまだデータはないですけど、まあ、なんとなく 1% まで利上げするのって結構大変だなっていう見方になってきてると思います。でそうすると日本は、まあ、せめて 1% まではみんな利上げできると思っていた状態から、うん、はい、1% 怪しいかなと思うと今はいいけど将来のじゃあ金融機関の収益性ってどうなんだろうかっていう不安が出てくるとじゃあちょっとこうポジションを調整しようかなと銀行株いっぱい持ってたけど、はい、どうなのかなという話にやっぱなりやすいっていう期待が強かった分ですね決して今の収益性が落ちてるとは全然思わないんですけど期待が強かった分そこが剥落した分があるんだと思いますね。はい、さあ先ほどもありましたけれども今後の話も気になるところですが、前編ではここまでブラックマンデー超えとなった日経平均株価下落の背景についてたっぷりと伺いました。そして後編では今後の株価でしたり金融政策の見通しについて伺っていきたいと思います。